マンチェスター学派は19世紀のイギリスマンチェスターに橋を発する政治、経済、社会運動の総称。1846年に行われた反穀物報道名の集会19世紀当時のマンチェスターは産業革命を経て世界有数の織物工業の中心地であったことから工場労働者が増加の一途をたどっていた。穀物の高値維持を目的とした穀物法は 地主階級の厚い指示を受けていたが、穀物法を実施するということは、イングランド北部の織物工場で働く労働者が、食費高騰に直面することを意味した。従って、資本家は労働者に対し高賃金を支払わなければならず、また、これが製品価格にも反映し物価高を将来するため、物価と賃金とをめぐる悪循環を断ち切る必要があった。 こうした中、マンチェスターでは1839年に反穀物法同盟が結成、貧困層に対する物価抑制と工業製品の国際競争力強化を打ち出した穀物法撤廃のキャンペーンが展開される。マンチェスター学派とはこうした運動の中から生まれ、16世紀から18世紀にかけてヨーロッパで支配的であった重商主義に戦いを挑むこととなる。 重症主義は国家の繁栄が輸出増大と輸入制限とによりもたらされるとの考えに基づくものだが19世紀初頭のイギリスではかかる風潮会まだ輸入割当制度が敷かれていたほか経済過程へ国家が介入していたことにより品不足が慢性化した。マンチェスター学派は自由貿易が実現した暁には公正な社会が到来し必要な製品は 皆手に入るとしており、理論上は、デイビッド・ヒュームやアダム・スミス並びにジャンバティスト制によっていた。学派のキャンペーンは、リチャード・コブデンやジョン・ブライトの時代に勃興期を迎える。自由貿易を支持するとともに、戦争や帝国主義を嫌悪し人間同士の平和的な関係を擁護していたことから、マンチェスター学派は個人及び集団間の自由で、 共感性に基づく関係を信奉する集団とみなされた。特にコブデンは自由貿易の推進が常に最高の倫理的目標、つまり世界平和と人類の友好親善の促進につながるものであらねばならないとした。なお、マンチェスター学派という語は1848年3月に保守党のベンジャミン・ディズレイリが初めて使っているが、アメリカの歴史学者、 ラルフライコやドイツの自由主義者、ユリウス・ファウチャーによると、ドイツ社会主義の先駆者、フェルディナント・ラスサールが、批判目的でこの後を喪失したという、マンチェスター学派の経済学、ありがとうございます。